ロシア海軍ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の攻撃で沈没したとの情報が入ったね。当初、ウクライナは圧倒的に劣勢を強いられると予想されていたが、蓋を開けてみればウクライナは善戦しているな。各国がウクライナをサポートしているし、ウクライナ自体も士気が高いからね。一方のロシアは士気も低く、戦略としても稚拙さが目立つとされているぜ。そうだね。さて今回は、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワ撃沈について詳しく見ていくよ。ロシア軍は巻き添えを避けるために撤退し、現場ではトルコ軍が救助という情報もあるんだけど、実際のところはどうなんだろう。それじゃあ行ってみよう。2022年4月13日、ウクライナ軍による地対艦ミサイル攻撃を受けて沈没したとされる、ロシア黒海艦隊の旗艦であるスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワと見られる艦艇が、黒煙を吹き上げている様子が撮影された画像を、ウクライナ政府のゲラシチェンコ内相顧問が SNS に投稿して世界に拡散されているよ。画像には左舷側に大きく傾き、艦橋後方付近から黒煙を上げながら所々に炎が見られ、艦上で放水されている様子が撮影されていて、近くの水上艦艇から撮影されたものと見られ、ロシア海軍内部から漏洩した画像ではないかと見られているんだ。艦の形状からスラバ級ミサイル巡洋艦であることは間違いないとされているし、レーダー形状等からもこの艦がモスクワであると確認されたみたいだね。うんうん。このモスクワについてロシア海軍では当初、艦上に火災が発生して弾薬などが誘爆したため、乗組員を退艦させた後に港に向けて曳航中していたが、嵐によって海が荒れたために沈没したと発表していたんだ。しかし、ウクライナ南部オデサ州の知事が13日に、モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンによって撃沈したと発表したことを受け、さらにアメリカ国防総省の高官がウクライナ軍が発射したネプチューン2発の命中を確認したことを明らかにしたよ。ネプチューンってかっこいい名前だね。どんなミサイルなの？ネプチューンはウクライナが自国で開発した射程 300km 以上とされる地対艦ミサイルで、2021年からウクライナ軍へ配備が始まった最新の対艦ミサイルであり、旧ソ連時代から兵器工場が多数存在していて実は兵器大国であったウクライナでは、設計当初から輸出も視野に入れて開発していたとされ、NATO 北大西洋条約機構をはじめとした、西側の対艦ミサイルや関連システムを導入研究することで売り込みを考えていたとされているんだ。そのために、西側のシステムとの適合性も十分に考慮して作られていたと考えられ、NATO 側の早期警戒管制機や戦場観測機対地早期警戒管制機などの情報通信とのリンクは容易であったと見られるよ。それら NATO 側が捉えたモスクワの位置に関するリアルタイムな情報提供を受けて、同艦を攻撃した可能性が指摘されているな。みたいだね。モスクワの爆発後、ロシア黒海艦隊はモスクワと同行していた残る艦艇5隻を現場から 150km ほど後方に移動させたとされており、ネプチューンの射程外への退避をさせているようだよ。このことで、艦隊を編成していたロシア海軍の艦艇が、炎上するモスクワを見捨てて逃げたとするような声がインターネット上で見られていたんだけど、公表された画像を見る限りでは、命中後に画像で見られるほど左舷側に傾斜するまで時間はそれほど経過していないと思われ、急速に傾斜が進み、その復旧が無理と判断されて総員退艦が発せられ、生存している乗組員を他の艦に収容してから離脱したとの見方もあるんだ。また、ウクライナ側の発表によるとモスクワの艦長であるアントン・クプリン大佐が戦死したと発表、ロシア側は否定しているけど、スラバ級ミサイル巡洋艦には艦長の左右両舷の甲板上に、P-1000 ブルカーン SSM 巡航ミサイル連装発射機8機ずつが設置されており、画像では左舷側の最後部の発射機に近い部分で火災を起きていることから、写真が撮影された後に誘爆して艦橋が大きなダメージを受けたことも想定され、その際に戦死した可能性が指摘されているみたい。さらにアメリカ国防総省の高官がネプチューンが2発命中したとしていることから、左舷側に命中した他に、もう1発が艦橋を直撃している可能性もあるね。画像では黒煙で艦橋の様子がわからないために断言はできないけど、クプリン大佐が沈没前、SSM の着弾時に戦死していた可能性は否定できないよ。画像で見る限りでは、艦上構造物と喫水線の真あたりに命中しており、ここから機関部までミサイルのダメージが入り、ダメージコントロールに必要な電力が確保できなかったのではないかという分析とともに、原則に設置されている窓から黒煙が吹き出た跡があり、さらに対空戦闘システム類が起動状態になかったことから、モスクワはその高い防空能力を生かすことなく沈んだとの見方もあるんだ。今回の侵攻においてモスクワは、黒海からウクライナ南部にかけて、
搭載する S-300F による対空戦闘を実施しており、ウクライナ南部地域におけるウクライナ空軍の活動を抑制してきたよ。今回モスクワが撃沈されたことにより、ウクライナ南部地域におけるウクライナ空軍の活動が活発になると予測されており、戦況が大きくウクライナ側に傾く可能性もあるよ。また、モスクワで火災が発生した頃の現地の天候を推測したネイバルニュースの記事によると、14日の現地時間17時の黒海の気象概況は風速14ノット、波高約1メートル程度とされており、小舟にとっての荒れた海ではあるものの、巡洋艦にとっては影響がある海象ではないことから、嵐のために沈んだというロシア側の主張は信憑性がかなり低いと言えるんだ。嵐で沈んだなんてベタな言い訳するんだね。体裁を保ちたいのはわかるけど、もう少しマシな言い訳はなかったのかな？そうだね。ところで、ウクライナ侵略を開始する以前の2月12日に、黒海において黒海艦隊を機関として北方艦隊及び太平洋艦隊から派遣された艦艇20隻以上による合同演習が実施されていることをロシア国防省が発表していて、ウクライナ海軍のみならず当時黒海や地中海に展開していたアメリカ海軍及び NATO 諸国海軍の艦艇を牽制する動きを見せていたよ。この際、黒海での演習に参加していた艦艇は、中心となる黒海艦隊はスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワ、過信型ミサイル駆逐艦スメトリービ、クリバク1型フリゲートラードヌイ、クリバク2型フリゲートプエトリーブ以下、ミサイルコルベット、対戦コルベット、ミサイル艇、機雷掃海艇、揚陸艦などを含めて約20隻以上。北方艦隊からはスラバ級ミサイル巡洋艦マーシャル・ウスチーノフ、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートアドミラル・カサトノフ、ウダロイ級駆逐艦ビツェアドミラル・クラコフの3隻で、さらに極東のウラジオストクからはるばるやってきた太平洋艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦バリアーグ、ウダロイ級駆逐艦アドミラルトリブツなどとなっているんだ。ここで特筆すべきは、現在のロシア海軍における唯一の空母アドミラルクズネツォフや、老朽化によって退役が進められているキーロフ級ミサイル巡洋艦に次ぐ大型艦である、スラバ級ミサイル巡洋艦が保有3隻すべて揃っていることで、アドミラルクズネツォフがモントルー条約によりトルコのボスポラス海峡を通過できず、地中海から黒海に入ることができないことからすれば、実質上のロシア海軍水上艦の主力を黒海に集中させていたことだね。ロシア海軍が発信していた情報によれば、北方艦隊のマーシャル・ウスチーノフと、太平洋艦隊のバリアーグのスラバ級ミサイル巡洋艦2隻は3月に任務を終えてそれぞれの母港に寄港するとされていたんだ。しかし、2月28日にウクライナ政府の要請を受けたトルコが、条約に基づいて黒海から地中海への通り道であるボスポラス海峡とダーダネルス海峡において、軍用艦の航行を制限する措置を取ったことにより、黒海への増援は不可能ではないかと見られているよ。また、モスクワを沈めたネプチューンを、ウクライナ軍が後どれほど保有しているかが不明である以上、ロシア艦隊は迂闊に動くことができず、その意味ではウクライナの効果的なタイムリーヒットだったと言えるな。自衛隊は、1式地対艦誘導弾をはじめ、88式地対艦誘導弾など、ネプチューンと同類の装備を冷戦期から開発、配備してきたよね。これは、日本が島国であり、着上陸する敵は必ず海空を経由しなければならない特性を逆手に取ったもので、この他にも空対艦ミサイルのファミリー化や、それを投射するための戦闘機である F2 戦闘機の配備など、世界で最も高密度に対艦ミサイルを投射できる実力組織であると言っても過言ではないよ。今回、ウクライナ軍が挙げた大戦果を詳しく分析し、これを今後の訓練や装備品の開発に活かしていくことで、より一層抑止力を高めていくことが要求されると思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ウサギについてだよ。ウサギか、確かにめちゃくちゃ可愛いよね。うんうん。そのウサギなんだけど、寂しいと死んでしまう。と聞いたことがないかい？確かに聞いたことがあるよ。でもそれって本当なの？それだったら野生のウサギは常に群れなの？って思っちゃうよね。君にしては鋭いとこ攻めるね。それじゃ、説明していくよ。早速だけど、ウサギは寂しくて死ぬなんてのは嘘なんだ。これは、科学的にも獣医さんに聞いてもおそらくそんなことはないと答えるそうだよ。やっぱりね。じゃあなんで、そんなことを噂されるようになったの？それはね、飼い主が外出している時にウサギが突然死んでしまうことがたくさんあるかららしいんだ。その理由としては、ウサギは野生で生き残るために、たとえ病気や怪我をしていても、敵に察知されないように普通を装う習慣があるからなんだ。だから、ペットとして飼っているウサギも、野生の本能で飼い主に病気を隠してしまうから、
ついさっきまで元気だったのに突然死んでしまうようなことが起こるそうだよ。余談だけど、噂が大きく広まったきっかけは、大人気ドラマのセリフ、ウサギって寂しいと死んじゃうんだからが噂として残っているそうだぜ。そうそう。だからといって、飼育放棄などせずに、ちゃんと可愛がってあげてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。